こんにちは、粟田洋介です。今日は蛍光色で絵を描いてブラックライトで楽しむというトピックです。で、この絵なんですが2013年10年前に描いたものなんですが蛍光色を使っていてブラックライトを使っても楽しめるように描いた絵です。で、実際にブラックライトを当ててみたいと思うんですが、これかなり昔に買ったんでつくかどうかわかんないんですけど、ブラックライトです。で、ここにはめてちょっと電気を消してこの絵に当ててみたいと思います。ちょっと今ブラックライトをつけました。それでこの白い電気を消すとこんな感じになります。で、電気つけるとこんな感じなんですが、絵を描くときにブラックライトで見たり普通の電気で見たりしながら両方の電気を使いながら描きました。これはアクリル絵の具で描いたんですけど、蛍光色の部分だけアクリルガッシュっていうものを使ったので、この辺とか蛍光オレンジですね、蛍光イエローとかそのあたりがね結構白くなってきちゃって焼けてきちゃっています。別の動画でアクリル絵の具とアクリルガッシュの違いっていうのをお話をしたんですが、アクリルガッシュはアクリル絵の具よりも紫外線に弱いのでこういうことになってしまいます。ここも蛍光オレンジだったか蛍光レッドだったか忘れちゃったけど、もう白っぽくなっています。まあその話は置いといて、ブラックライトなんですが、蛍光色の絵の具ってアクリルガッシュでもアクリル絵の具でも油絵の具でも水彩絵の具でも蛍光色っていうのがあります。電気を消すと蛍光に光ります。後ろにいろんな色があるんですけど、こうやって光っています。これなんですが、これは蛍光ペンです。普通の文房具の蛍光ペンですね。これもブラックライトで光ります。なのでこういうスケッチブックとかにも手軽に蛍光色とかで描いてブラックライトを当てて楽しむことができます。で、絵を描くときに何を描いていいのか悩むっていうのは、私も含め多くの人の永遠のテーマではないかと思うんですが、ブラックライトってことで電球を描いてみました。だいぶ前に作った動画なんですが、このスケッチブックに蛍光ペンとかを使ってブラックライトのために描いたものです。こんな感じになってますね。で、こういう懐中電灯のブラックライトもあって、手軽にこういう懐中電灯とかで当ててブラックライトを楽しむこともできます。ちょっと電気を消してブラックライトを当てるとこんな感じです。こうやって懐中電灯で当てても楽しいし、で、電気つけるとこんな感じです。で、次はまあ身近にあるものということで水道を描いてみました。で、こんな感じの絵ですね。ちょっと電気を消してブラックライトを当てるとこんな感じです。で、次も身近なもののモチーフ、食器、フォークですね。
感じの絵になりました。これはベーコンです。電気を消してブラックライトに当てるとこんな感じです。紙の白い部分は青く見えます。青の蛍光色も使っているんですが、この人の目のところ蛍光色を入れています。電気をつけるともうちょっと分かりやすいですね。電気をつけて分かったんですが、目は紫でした。で、次はお家にあるものじゃないんですけど、東京タワーの絵を描きました。で、まあこんな感じの絵になりました。電気を消してブラックライトを当てるとこんな感じです。ライトを近くで当てないと分かりづらかったりしますね。で、またまた身近なもの、今度は自分の手を描いてみました。こんな感じの絵ですね。ちょっと電気を消してブラックライト、こんな感じですね。そんな感じで蛍光ペンとスケッチブックでもこういう感じでブラックライトの絵を楽しむことができます。まあ蛍光ペンだけじゃなくて黒い筆ペンとか黒い普通のペンとかでも描いたりしてますが、それらも結構手頃な絵を描く道具ですよね。絵を描く道具っていうか文房具ですね。私は最近ブラックライトを当てて楽しむような絵を描いていないんですけど、蛍光色っていうのはたまに混ぜて使っています。これは蛍光色をちょっと使っています。ブラックライトを当てるとこういう感じで、白い電気を消すと光るのはこの部分だけです。これは普通の光でだけ見るために描いた絵なので、ブラックライトで楽しむっていう感じではないんですね。ブラックライトを当てて楽しむために描く絵っていうのは、普通の電気をつけたり消したり、ブラックライトをつけたり消したりして、どっちの光を当ててもいいように絵を描いています。で、これは2012年に蛍光の絵の具で描いたウサギっていう作品なんですけど、蛍光色はアクリル絵の具じゃなくてアクリルガッシュを使ったんですが、ここにコーティングを塗ってあるので、さっきみたいに色あせていません。で、ちょっとさっきみたいにブラックライトを当てるとこんな感じになります。で、これは白の蛍光色を使っています。白と青両方ですね。ブラックライトってこんな感じに見えるんですが、白の電気だとこんな感じに見えます。そんな感じでブラックライトを当ててみるための絵を描いてた時期があったんですが、最近は全然そういうの描いていません。
なんですが、ちょっと楽しいし、ちょっと違った視点で絵を描くこともできるし、絵の具じゃなくてもこういうお手頃なものもあるので、今日はちょっとブラックライトで楽しむための蛍光色を使った絵を紹介しました。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。